朝昇竜を応援する、上りメディアを再生する、土俵入りを行う朝昇竜。朝昇竜名徳は、モンゴル国ウランバートル市出身の元大相撲力士、第68代横綱、モンゴル国レスリング協会会長。現在は、実業家、モンゴル国民投資銀行の経営者、タレント、コメンテーター、評論家、映画俳優、事前家として、多方面で活躍している。 本名は、ドルゴルスレン・ギーン・ダグアドルジ。引退後は、ドルゴルスレン・ダグアドルジ氏と報道などで紹介される、ことも多い。左利き。老いは、立浪部屋の豊か昇竜ともかつ。15歳でモンゴル相撲をはじめ、ナーダムの相撲少年の部で優勝した。1997年に、日本の明徳義塾高校に相撲留学し、翌年には、同い年で、 門徳高校のエース内田水と対戦も惨敗喫し、翌々年11代若松によるスカウトにより、高校を中途退学して各界に入門。入門した際には、目標は、極州山関と千代大会館です。一生懸命頑張って、お父さんとお母さんを喜ばせたい、と抱負を語っていた。高砂は勧誘した動機などについて、当時の俺は、 部屋を引っ張って行ってくれるような元気な子が欲しかったんだ。朝青龍は体は大きくなかったけど、負けん気むき出しで、まさにぴったりだったと、後年振り返った。初めて番付に仕込めが乗った1999年、3月場所では2番相撲で、田代に敗れるが6勝を挙げ、5月場所、7月場所は全勝優勝。3段目までの各段を、 それぞれ一場所で通過して一気に番付を上げた。本人はこの頃について横綱になってから、あの頃はただ、ただ必死だった。稽古量の半端ではなかった。相撲を取って楽しかったと振り返った。幕下昇進後もに場所連続で六勝一敗として番付を大きく伸ばした。初めて十両昇進内気の対象となる地位に、 昇進した2000年1月場所は、終盤の3連敗もあって3勝4敗で、自身初めての負け越しを経験した。その後は再び勝ち越しを続け、同年、7月場所では、西幕下2枚目の地位で、全勝優勝を果たして、翌、9月場所での重量昇進を確定させた。新重量となる東重量7枚目で迎えた、9月場所は9勝。 翌、11月場所は西十両3枚目の地位で校長を維持し、14日目終了時点で、近海山と同率で優勝争いをしていたが、先週楽で、自身初めてとなる幕内の土俵で、平幕の若交渉に敗れ、近海山は勝利したことで優勝を逃した。それでも11勝4敗の好成績で来場所での、新入幕を確定させた。 2001年から2003年2001年1月場所に新入幕。千秋楽の若野山戦に勝つという条件付きで関東賞候補に上がったものの、これに敗れて9勝6敗となって受賞を逃した。番付運に恵まれて一気に6枚半上昇したよく、3月場所も同様に千秋楽に勝利を挙げるという条件付きで、 関東省候補に入った者の出の島に押し出されて、またしても9勝を6敗に終わり、またしても受賞を逃した。しかしながら、番付運にもまた恵まれ、東の6枚目で9勝という成績ながら、入幕3場所目の5月場所は、新小結びに昇進。初日に、初めて招待した両親が見守る中で、横綱、武蔵丸を下手投げで下して、白星を挙げた。 後現役引退時の会見では一番嬉しかったこととして、この一番を挙げていた。三日目には、高野花と初対戦したが、立ち合いの圧力で負けて、大きく押し込まれ、突っ張りで反撃するも全く通じず一方的に、押し出された。この場所は、結局8勝7敗で場所を得たものの武蔵丸の、他に4。 大関から初勝利を挙げ、新入幕以来3場所連続で3勝候補に入った、その期待に応える形で、初3勝を獲得。なお、千秋楽白星は十両昇進以降、この場所が初めてであり、千秋楽にまた負けるかもしれないというプレッシャーや、それを乗り越えた喜びなどを、インタビュールームで明かしていた。 東小結に昇格した翌、7月場所は稽古中に首を痛めるアクシデントがあった。ため初日から3連敗したが、自身と同じ若手のライバルたち3役には全勝しある。程度巻き返したが大関以上の相手に全敗し、再び7勝7敗で迎えた千秋楽でも負けて、関取昇進5発の負け越しを経験。しかし翌場所から横綱昇進まで一度も負け越すこと。 なく番付を上げ続けた。四日目の土地安ず戦では、張り手で、相手の歯を二本吹っ飛ばすほどの気迫の込みった、取り組みだった。九月場所も一横綱三大関に勝ち十勝し、関東省、十一月場所も十勝し二場所連続関東賞このように確実に上位の力は身につけており、幕内昇進後引退するまで取り組みでの通算の、 決まり手数は41種を数えた多彩な技と、五月場所の秋の島線から、2009年9月場所まで、初顔合わせの相手に34連勝した初顔の、相手への強さなどもあり取りこぼす要素が少なく、ジムでの筋力トレーニングを積極的に取り入れるなど、独自の調整も、功を奏し、2002年1月場所にて、モンゴル出身の力士で、初の関脇昇進を果たし、 その場所で8勝7敗と勝ち越す。2002年1月場所の土地あずま戦も前年の7月場所を上回るほど張り手で突きまくり、前代未聞の流血戦になり水入りでもないのに、中断した取り組みになった。3月場所で1横綱3大関に勝ち11勝、5月場所でも3大関に勝ち11勝しに場所。 連続で11勝4敗の成績を上げ、大関取りとなった7月場所は、初日から9連勝し横綱、武蔵丸に勝ち終盤まで優勝を、争い12勝3敗の好成績を上げ、場所後に、モンゴル出身の力士として初めて大関に昇進した。入幕から所要重場所での大関昇進であった。21歳9ヶ月での大関昇進は、当時3位の年少記録だが、 後に、白鵬に破られている。新大関の場所となる2002年9月場所には11日目まで9勝1敗と、優勝争いの戦闘を走り、この場所が、長期休場明けであった2敗の高野花と、結び前で対戦。対戦前にはインタビューした狩谷不藤由アナウンサーに、何としても今日は、いい相撲で勝ちたいとコメントしたが、結果的に及ばず、立ち合いから、 強烈なのドア押しで攻め、高野花の逆襲をしのぎ投げで崩して、攻め立てるも回しを取られて、前に出てこられ、外掛けで崩しつつ、前に出ようとするところを上手投げで、土俵正面に投げつけられて敗北した。この日中入り後解説を務めた、同じ高砂一門の先輩横綱である明物は、二人に拍手を送りたいと言ったほどの好取組みであったが、 取り組み前のインタビューで自分にとって非常に大事な一番と位置づけていた朝青竜の悔しがり方は尋常ではなく花道を引き上げる際に畜生と大きな声で叫ぶ姿が NHK の大相撲中継で放送され取り組み後のインタビューで怪我した足を蹴ればよかったと語るなど物議を醸したしかしこれが朝青竜と高野花の最後の取り組みとなり 高野花は、よく、11月場所を、全休、2003年1月場所の8日目限りで、現役引退。結局朝昇龍は高野花に2戦2敗と、一度も勝つ、ことができなかった。9月場所は、この敗戦が響いて10勝5敗で終わったものの、よく、11月場所は、上位陣総崩れの中、14勝1敗で、念願の幕内初優勝を達成。 また2002年は、地震初となる、年間最多値も獲得した。砂取りとなった2003年1月場所は、9日目の、開放戦で敗れた際左足薬指抜球と、ふくらはぎ肉離れの怪我を負ったが、その後も負傷を感じさせない、力強い相撲で14勝1敗、大関の地位で2場所連続優勝を達成した。1月場所千秋楽翌日の、 横綱審議委員会では一部の委員から成績は申し分ないが品格の面で問題がありなどの意見が出たものの結果的には同場所限りで引退した第65代横綱高野花と入れ替わる形で朝昌龍の第68代横綱へ昇進が決まった初土俵から25場所での横綱昇進は年6場所制では最速横綱昇進伝達式では これからはなお一層稽古に精進し、横綱として相撲道発展のために一生懸命、頑張りますと向上を述べた。なお、横綱土俵入りは、高砂一門伝統の雲流型を選んだ。朝青龍の土俵入りは砂を噛むかのような足の動きに大きな特徴があり、NHK の大相撲放送でもたびたび足が大写しになった。2003年、 モンゴル人女性と結婚、またこの年、長女が誕生した。同年5月場所、モンゴルの先輩極州山との対戦で敗れた際、土俵上で審判に対して、物意を要求、肩がぶつかった極州山を睨みつけ、下がりを振り回した。さらによく7月場所の極州山戦では曲げを掴んだ、ことによりお小綱としては、 史上初めて反則負けとされ、取り組み後の風呂場では抗論となった後に、極集山の車のサイドミラーを破壊した。同場所は、警部座賞により10日目から、途中休場した。2004年、2005年前2003年11月場所、限りで、第67代横綱の武蔵丸が引退した、ことにより、2004年1月場所の番付で朝昇龍は、 史上8人目の一人横綱となる。先輩横綱たちの引退も、朝昇龍のワンマン時代が実現する要因となった。なお同、1月場所は、千秋楽に、土地あずを押し出しで下し、自身初の全勝優勝を達成した。続く3月場所では、千秋楽にいっぱいでおうちよ大会を引き落としで破り、2場所連続全勝優勝を果たした。この場所は、 11日目まで、朝昇竜、海洋、千代大会、朝赤龍が全勝であり、初日から4力士が11日目まで勝ちっぱなしという、史上初の快挙が成し遂げられている。5月場所は、6日目に、平幕の北東力戦で、一方的に敗れてしまい、連勝記録が35でストップ。最終的に、この場所は13勝2敗となったが、先週楽に、 モンゴルの後輩、白鵬が、立ち合いの変化で、北東力を破って、援護射撃を果たすと、自身も結びの一番に勝って迎えた、優勝決定戦で、北東力を破り逆転で3場所連続優勝を、達成。部屋、一門の枠を超えて白鵬と喜びを分かち合った。7月場所も13勝2敗で優勝。 9月場所では終盤に4連敗を起死9勝6敗と、横綱の地位で15日間解禁して、初の一桁勝ち星に終わった。11月場所では14日目に優勝を決めたが、先週楽に、海王に敗れ13勝2敗で終えた。2005年1月場所では3回目の全勝優勝を決めた。3月場所では13日目に、土地に敗れ、 連勝記録が27でストップするが14勝1敗で3連覇を達成した。5月場所では14日目に優勝を決め、1996年の高野花以来となる4場所連続優勝を達成した。7月場所では8日目に古藤欧州に敗れ連勝記録が24でストップするが5連覇を達成。9月場所は古藤欧州に星の差2つをつけられていたが、 古藤欧州との直接対決で勝って、差を縮める、最終盤で、古藤欧州が自滅し、決定戦へ、そして逆転で優勝。11月場所では13日目に、古藤欧州に敗れるが、14日目に、海王を寄り切って2004年11月場所から7場所、連続優勝。2005年には、年間6場所完全優勝、年間成績84勝6敗など、 様々な記録を更新した。2006年、2007年8連覇を目指した2006年、1月場所では11勝4敗に終わる。翌、3月場所は13勝2敗で優勝したものの、白鵬に決定戦進出を許し、5月場所では2日目の赤の里戦に敗れた際、右肘を痛め3日目から途中休場するなど、同年前半は、 力の衰えも指摘され始めた。なお同場所で、朝昇龍が休場したことにより、出場をしている横綱が一人もいない、いわゆる、横綱不在となった。しかし、7月場所に復帰すると、11月場所の全勝を含め、翌2007年、1月場所まで4場所連続優勝し、史上5人目、外国人力士では、初となる20回目の優勝を果たした。 同場所選集落翌日の1月22日、週刊現代に自身の八百長疑惑が掲載された。後に、朝昇龍をはじめとする現役力士と協会が起こした訴訟で、東京地方裁判所は被告である、後段者側に朝昇龍へ1100万円を支払うことを命じた。詳細は、武田よりまさを参照。翌、3月場所は初日から2連敗。 その後は、連勝を続け、千秋楽で、千代大会を、立ち合いの変化で破って13連勝し13勝2敗で、優勝決定戦に持ち込んだものの、決定戦では逆に白鵬に、立ち合いの変化で破れた。さらに5月場所は9連勝の後10日目に、網西樹に破れると調子を崩し、12日目からは4、連敗で10勝5敗に終わり、 横綱昇進後初めて2場所連続で優勝を逃すと、共に、白鵬の連覇と横綱昇進を許した。翌7月場所の番付は白鵬が、新横綱となり、朝昇竜の一人横綱も21場所で止まった。その同7月場所では、初日に再び網二式に敗れ、前場所から続けて5連敗を喫した。これらの不振に関しては前述の八尾町疑惑報道の、 影響も指摘された。それでも二日目からは14連勝して14勝1敗で、三場所ぶりの優勝。白鵬に対し先輩横綱としての意地を見せるとともに、完全復活を果たしたかに見えた。場所後の7月25日、左肘内側側副靭体損傷、左尺骨神経障害、急性腰痛症、第五腰椎疲労骨折で、約6週間の休養。 過量を要するとした、診断書を協会に提出、夏巡業の不参加を届け出たが、当人が、モンゴルで、中田秀俊らとサッカーをしている映像が同日、報じられ、化病疑惑が紛失。巡業部は帰国後の巡業参加を拒否する方針を固め、8月1日には、日本相撲協会から2場所出場停止、減法 30%4 ヶ月。 11月場所千秋楽までの謹慎の処分を受けた。処分の理由について11代伊勢の海は、診断書の内容から、作業の可能性を否定した上で、横綱として誤解を招く行動で、軽率だったためとした。当時の北の海理事長は、この際、あいつは、意外と気が小さいからと述べて、各界から朝昇竜が去ってしまう可能性を危惧。 したとも言われている。また同時に、師匠の七代高砂も、原稿 30%4 ヶ月の処分を受けた。この処分に対し日本並びに、モンゴルのマスメディアが、大々的に報道、在モンゴル日本大使館では、この処分に対して市民が抗議デモを起こした。また在日モンゴル大使館は7月31日、サッカーは、モンゴル国主催のチャリティ大会のイベントであり、 日本外務省を通じ中場合院に参加を要請したもので大変なこととなり迷惑をおかけしたと日本スモー協会に対し謝罪した二十七日には日本経済新聞等で東京国税局の税務調査を受けテレビ番組や CM の出演料などの一部を申告していなかったなどとして二千五年までの三年間で約一億円の申告漏れを指摘されていたことが 報道された。追徴税額は過小申告加算税を含め、約3000万円であった。8月6日には、診療内会、本田正樹の往診により、神経衰弱及び、抑うつ状態との診断を受けていたものの、後に、教会務委員会が紹介した、精神会により乖り性障害と診断されたと、発表。 協会は禁慎処分を一部訂正し、モンゴルへの帰国を承認した。これを受け同月29日に治療をするとして、モンゴルへ帰国した。9月場所を出場停止処分により全休したため、11月場所では、新横綱であった2003年3月場所以来となる、西横綱となった。11月場所先週楽を終えたため、当初の決定通り謹慎を解除され、 11月30日には、モンゴルから93日ぶりに再来日した。同日夕方に謝罪会見を開き、朝昇龍本人が一連の騒動について謝罪し、会見後は、臨時横綱審議委員会で謝罪と、経緯説明を行った。なお、エビサは勝次横死に委員長や、朝昇龍の天敵と言われた、内田手巻子横死に委員などからは、 今後再び同じような失態を起こした場合は、引退勧告も辞さないと忠告された。12月2日から冬巡業に参加して、7月場所先週落以来133日ぶりに土俵に復帰した。初日の横綱、白鵬戦では、寄り切りで勝利した。12月21日朝、横市2位の内立蒔子が、 事前通告なしに稽古を視察するため、高砂部屋を訪れたが、朝昇龍は稽古休みで不在だった。内立は、後日、朝昇龍に対し、がんを克服し現役に復帰した、プロレスラーの小橋健太を見習いなさいと発言した。なお朝昇龍は引退後、2014年12月に、ニュースポストセブンの記事において、現役中に受けた。 内立の辛辣な発言について、笑みを浮かべつつ、内立さん、元気に生きてますか彼女の辛口も、私を強くしてくれたと思うよと10回していた。2008年2008年1月13日、1月場所で前年7月場所以来の本場所復帰。約5年ぶりの西横綱となったためか、初日の土俵入りの際、西横綱は本来は、左足から、 土俵中央へ歩み寄るところを、長年、東横綱として君臨していた癖で、右足を先に出すというミスも見られるなど、当初は2場所ぶりの復活で、相撲感を取り戻せるかどうかが話題となった。注目された初日、今年棋苦戦は解消したものの、二日目、稀勢の里戦は豪快な送り倒しを決められ、早くも土がついた。また三日目には観戦していた内立を、 土俵上で睨みつけるなど、本来の横綱の風貌が戻ってきた。その後は、不安定な取り組みがありながらも勝ち星を積み重ね、14日目までいっぱいで、東横綱の白鵬と並び、2002年9月場所の、武蔵丸高野花戦以来、約5年半ぶりの横綱同士による、先週楽勝星決戦となったが、過去に類を見ない白熱した、大一番の末、白鵬に、 豪快な上手投げで破れた。2008年3月場所では11日目までは全勝で、2敗で、追う白鵬を引き離していたが、12日目で土がつき、翌13日目では、対朝青龍戦28連敗中だった大関、琴光が、連敗記録歴代2位という屈辱の記録に終止符を、打った。そして14日目には、両横綱ともに12勝2敗で並び、 1995年3月、5月場所の高野花明けぼの戦以来、約13年ぶりの2場所連続の千秋楽横綱、相星決戦となった。結果は朝昇龍が小手投げで勝利し22回目の優勝を決め、大きくガッツポーズを取った。この優勝で優勝回数が高野花と並んだ。2008年5月場所、古藤欧州に負けてから失速し11勝。 さらに、千秋楽の白鵬戦で、勝負決着後の土俵上で、白鵬と睨み合いになり、両者とも厳重注意を受けた。2008年7月場所では、場所前の稽古不足や、右足首痛などで不安視されたが、それが的中してしまった。初日に、豊ノ島に、上手投げで敗れた後二日目から三連勝したが、五日目に、土地の灘に、 押し倒しで敗れた際に左肘を痛め6日目から途中休場。朝昇龍の休場は2007年11月場所以来、途中休場は2006年5月場所以来のこととなった。2008年9月場所では中日までに、宮城山、網西、豊ノ島に敗北した。豊ノ島戦はテレビ映像では微妙で抗議もあったが、砂に、 足がついた跡が残っていたとされる。引退説まで囁かれたが、大宝と九十理事はいずれも考えるべきだと述べた。9日目までの5勝4敗という成績を受け、この日、武蔵川理事長は、休場を勧告し、10日目から休場することとなった。2場所連続休場は、サッカー問題で、出場停止処分を受けた2007年。 9月場所と11月場所を除けば、地震初となる。武蔵川理事長は復帰後の場所で、身体がかかることを示唆し、朝昇竜も身体をかけることを明言した。11月場所は休場。2009年安国神社法の大相撲での、朝昇竜関、安国神社法の大相撲での朝昇竜関,関と、白宝関2009年1月場所は、 場所前の横綱審議委員会稽古総研では、調子が良くなく、身体問題も取り沙汰された状況で臨んだが、初日から14連勝と次第に調子を上げ、先週落では本割の一番は立ち合いを失敗して、白鵬に敗れたものの、優勝決定戦では本割と一転して、厳しい攻めで、白鵬を寄り切りで下し、高野花工事を抜き歴代単独4位となる。 通算23回目の優勝を果たした。場所前は、マスコミは、身体問題をこぞって取り上げたが、優勝後も、相撲内容は、安定感を欠いた。稽古は、不十分、力の衰えを感じさせたとバッシングを続けている。中には、4日目までに2勝2敗、7日目までに4勝3敗だったら、引退に追い込まれていたかもしれない。軍配は、白鵬。 動画性をわずかに上回ったとたらればを上げつらった批判まで存在した。2009年3月場所は初日から9連勝と全く隙のない相撲を見せていたが10日目に過去14勝2敗と圧倒していた春馬富士に敗れてからは自分の相撲が取れず結局11勝を4敗に終わった。場所後、春馬富士戦で肋骨骨折していたことが判明した。 2009年5月場所直前、朝昌龍は申請していた、日本国の永住権を取得したことを明らかにしたが、親方として相撲協会に残る際に必要となる、帰化は行わなかった。2009年5月場所は3日目に、阿弥錦に負けたが、13日目まで、白鵬、春馬富士、木瀬の里らと4人で優勝争いをしていたが、14日目の、 春馬富士戦で負けた時に腰を負傷、千秋楽まで取り切ったが12勝。2009年7月6日、オフィシャルブログにて夫人と離婚していたことを発表した。2009年7月場所は、初日から7連勝したが、8日目の稀勢の里戦に、負けてから失速し10勝。しかし、春馬富士戦で34年ぶりの大技である、矢倉投げで勝った。 2009年9月場所は初日から14連勝。全勝優勝がかかった千秋楽で横綱白鵬に寄り切りで敗れたが優勝決定戦ではその白鵬を救い投げで破り北の海に並ぶ通算24度目の優勝を果たした。この日は自身の29歳の誕生日でもあった。2009年10月 M 資金詐欺で1億2000万円を騙し取られていた。 ことが週刊誌で報じられた。2009年11月場所は、初日から11連勝したが、その後4連敗し、11勝を4敗で終わった。2010年、引退2010年1月場所は、先週落前の14日目、春間富士に1分13秒の大相撲の末、下手投げで下して、優勝を決め、2場所ぶり25度目の優勝を果たした。 しかし先週落結びの一番では、白鵬に寄り倒されて13勝2敗の成績となった。特日本、割での白鵬戦は7連敗となり、横綱同士での対戦成績としては、男女の川が双葉山に喫したワースト記録に並んだ。また、これが、結果的に、横綱、朝昇龍として、現役最後の一番となってしまう。一月場所中の七日目未明、 泥酔して暴れる騒動を起こしたと、写真週刊誌に報じられ、同1月場所の先週落翌日の1月25日に、日本相撲協会の武蔵川理事長から厳重、注意処分を受けた。ところがそれから3日後の1月28日、同日発売の週刊新潮の記事によると、その被害者は、当初名乗り出た一個人マネージャーではなかったことが、発覚。 2月1日には同協会の新理事会で調査委員会の設置が決まった。被害者男性は当初は一般人と報じられていたが、実際には半グレ集団のリーダーであり、2011年に知人男性を暴行した障害容疑で逮捕された。2010年2月4日、日本相撲協会の理事会で事情聴取を受けた後、 突如暴行問題の責任を取る形で現役を引退することを表明した。同時に横綱審議委員の鶴田拓彦委員長からは横綱として初の引退勧告書が提出された。この引退表明は大きく報じられ、一部の新聞では号外も発行、繁華街や都市部で配布されたほか、テレビ各局の同日夕方以降のニュース番組で、 緊急特集が組まれた。高砂は、力士には怒って伸びる力士と、ダメになる力士がいる。朝昇龍は後者だと言って、トラブル続きの朝昇龍をかばい続けていたが、それが、アダとなった。同じく、モンゴル出身で、この日から事実上の一人横綱となった白鵬は、同日中に宮城の部屋で緊急記者会見を開き、信じたくない。 まだやり残したことがあったと思うと、涙ながらに語るなど、先輩横綱の突然の引退による衝撃を伺わせた。次の2010年3月場所の大相撲番付表は、番付編成会議の数日後ながらも横綱、朝昇龍の四個名は完全消滅し、東横綱に白鵬ただ一人の名前が記された。引退の時期元となった暴行事件に関して、 2010年7月9日、警視庁に、障害の疑いで、書類送検された。断髪式は、同年10月3日に、両国国技館で行われ、モンゴル国首相のスフバータル・バトボルド、日本国元首相の森喜朗、横綱の白鵬ら約380人がハサミを入れ、師匠の高砂が止めハサミを入れた。私の体の中には2つの心臓がある。 産んでくれたモンゴルと育ててくれた日本を愛していると、述べ、土俵に、別れのキスをして、花道を後にした。同日、断髪後の公開記者会見で、生まれ変わったら、大和婚を持った、日本人として、横綱になりたい、と述べている。なお、同月5日に出版された、朝青龍との三千日戦争には、当初は、被害者の一般男性が、 殴られたと報道されていたが、朝昇龍の払った手が、男性の鼻に当たって骨折したのが実際であり、被害者は、朝昇龍を引退させないでと教会に嘆願書を出していた事実があったことが記されている。2011年5月14日には、東日本大震災で多大な被害を受けた、宮城県南三陸町の避難所、ベイサイドアリーナを訪れ、頑張れ。 南三陸町とプリントされた T シャツ450枚、朝昇龍バスタオル120枚を配布。焼きそばやたこ焼きを約1000人分を自ら配膳し、サインにも心よく応じて被災者を励ました。2012年5月にウランバートル市内で酒を飲んで車を運転して、自損事故を起こした上、警察官に暴行し、罰金1200円と警察官の制服代金を、 払っていたことが分かった。同年8月20日には、モンゴル国営テレビ総裁ナランバータルを、公衆の面前で殴り、警察に逮捕され2日間拘留された。30日朝には、兄スミアバザルが身元保証人として、警察を訪れ、保釈された。ナランバータルは6月26日に、ダグワドルジから、兄、スミアバザルを、テレビ演説させてほしいと依頼されたが、 国政選挙の期間中で禁じられているため断った。これに腹を立てたダグアドルジが、20日のエスンズイル、村記念祭の時に、公衆の面前で殴ったという。暴行に関し、並んば当たるからは、民事訴訟も起こされた。2013年にはかねてより名誉会長の職にあった、モンゴルレスリング協会の会長に就任した。二千十三年十月三十一日に、 モンゴル・ランバートル市内で開催されたハロウィンパーティーの席でダグアドルジが酒を飲みすぎて酔った末に抗論となった参加者をナイフで刺して国外逃亡したと11月1日付のウヌトル市などモンゴルの新聞各紙が報じた一方で酒によって抗論となった参加者を数回殴ったダグアドルジに対して相手が殴り返した上サラダナイフで攻撃し ダグアドルジが顔を切りつけられたと主張する報道も存在する。最終的には、ダグアドルジの国内マネージャーが、抗論の最中に身振り手振りが大きくなって、相手が持っていた、食器類が顔に当たったと証言したことで真相が明らかになり、現地警察からクラブで普通の喧嘩があり、朝昌流は手当てを受けた。両者は、話し合いの上で別れており、 朝昇流は逃亡していない。事情聴取はするかもしれないが、逮捕などの可能性はないという見解がなされた。2014年9月7日、国際レスリング連盟の理事選に、モンゴル国代表として立候補したが落選した。2016年5月29日、モンゴルの大先輩である極天法引退相撲において、断髪式でハサミを入れ。 久々に国技館の土俵に姿を見せた。2016年8月22日、リオデジャネイロオリンピックにいて、モンゴルレスリングのメダルなしの結果を受けて、モンゴルレスリング協会の会長を辞任することを表明。2017年8月3日、新しく、モンゴル大統領に就任したハルトマーギー・ンバトトルが、より、日本担当の外交顧問を呼び、 大統領特別大使として指名された。2017年11月11日に公開された、ジェットリー監督作、イサオモリミチに、アリババの CEO であるジャックマー、アクションスターのドニー・イエンや、サモハン・キンポー、映画マトリックスの武術指導でも有名なユエン・ルピン、ラ・チョ・名人と共に出演した。2017年大晦日。 朝昇竜を押し出したら1000万円で7年ぶりに土俵に立ち格闘家のボブサップ、柔道家の泉博史、元大関、琴美月といった VIP チャレンジャーとスーパー笹団子マシンラ5人の一般チャレンジャーの計8人と特別ルールで対決し8戦全勝を飾った勝利後のインタビューではいい相撲、いい思い出になりましたと語り相撲は 人生最後、もう上がることは絶対にしない。ダグはドルジに戻ると完全引退を宣伝した。2020年7月16日、自身のツイッターで再婚を報告し、草原で撮影した婚約者と見られる女性とのツーショット画像を掲載した。同年11月25日、現役時代の師匠である七代高砂の定年に妻子、再死。 スポーツ放置の取材に応じた。私は、師匠、高砂親方からしたら出来の悪い子供でした。いろいろ悪さもやったし、やんちゃもした。でも99.9999 99 99、俺が悪かったとしても決して100%じゃない。一つだけ親方の真ん前に立って、こう言いたいね。あなたの一番大きな夢を叶えたのは、俺なんだよ。ってね、好きとか。 嫌いとかではなく、親子は親子。そして、どちらかが100%正しいなんていうことはないと、自身が良い弟子とは言えない弟子であったことを認めつつ、師弟関係について思うところを述べている。2021年11月場所12日目を、感染した帰りに、21大漢垣にモンゴル語で、バイアルフリゲと声をかけたことを明かした。なんでかというと、 無事に終わったことなので、最後の最後で優勝して、引退の二文字に繋がったということなので、お疲れ様より、バイアルフリゲということで、おめでとうと私は言いたかったと、本人なりにその言葉を選んだ理由も語った。この日の追いの豊か昇竜が大栄翔に負けた一番を、素晴らしい負けと表し、打ち出し後の取材に、大関、関分けで終わった人間に対してじゃない、横綱になった。 人間なんだから、地の中を守って欲しいんですよ。勝ってなんぼだから、負けてかわいそうじゃない。私がもっと彼に勇気をあげたいんですよと力説した。この翌日には、高砂部屋を訪れ、もう一度、関取になるまで一回も負けずに行きなさい。戻って来いと朝の山を激励している。この日の高砂部屋訪問の際に、 引退時に七大高砂ごと揉めたことで七大高砂ごが、教会を退職するまで部屋を出入り禁止になっていたこと、それに伴い朝赤流の断髪式への参加を拒否、されていたことが、明らかになった。高野花及び、白鵬と共に、平成の大横綱と呼ばれている。四個名は、高校在学時に世話になったという高知県と佐市の、清流寺に由来して名付けられた。また、 明徳という名は、出身校の明徳義塾高等学校にちなんで、名付けられた。師匠の高さ語には、一番手こずらされた弟子と評され、取り組み後の感情が、コントロールがうまくない、すぐに泣く、騒動時はショックで、放心状態だったりと、感情の起伏が激しく繊細と分析されていた。 後年こそふてぶてしい性格で知られるものの、新入幕から新三役までの時期に関しては雑誌、相撲にて、純真そのものと評されていた。ぜひ論争を巻き起こした横綱時代の土俵上での派手な振る舞いは、自分の相撲を見たいと思っているファンに向けてのことで、あった。愛称は、本名から取った、ドルジ、ファンタの CM でのキャラクター、ファンタロなど。また、 新聞の見出しや、星取表などでは、朝、青という略語も見られた。朝昇竜をひらがなにした時の、朝昇竜は、洋音を一字と数えて八文字であるが、これは、引退済みを含む、全力士の中で最も長い嗜名である。左利きであり、塩を左手で巻く数少ない力士の一人であった。兄に、レスリング選手、総合格闘家で、 モンゴル人民党所属の国民大会議議員である、ドルゴルスレンスミアバザルと、プロレスラーのブルーウルフがいる。おいは、タ波部屋の豊か昇竜ともかつ、八角部屋の北マサルマル・アキラは登園に当たる。付け人の、元三段目、熊里とは、横綱になって一、二年は病んでましたからねと明かしており、一生懸命相撲を取っているのに理解されないことに、朝昇竜は、 つけ人の前で泣いていたという。熊里はまた、内立蒔子が朝小龍を人たらしと表したことについて、その日の気分もあるけど、計算づくじゃなくて自然体と2019年の取材で話している。引退後は、ツイッター上のコメントで話題を集めており、片言の日本語で過激なツイートを行うことはたびたび、週刊誌やスポーツ新聞などの記事にもなっている。 ツイッターでは自身を朝様と呼んでいる。朝昌竜の幕内における最多連勝記録は35連勝である。下記に朝昌竜のその他の連勝記録を記す。現役力士引退力士。ありがとうございます。